おはようございますす高野雲です今回はですねチコ・フリーマンというテナー作奏者のリーダー作「スピリット・センシティブ」というアルバムを紹介したいと思います。レーベルは「インディア・ナビゲーション」というマイナーレーベルなんですけど、ね、その後はあのは現場「パドル・フィール」に移ったみたいですけどもねでチコ・フリーマンというテナー作奏者とあとは「セシル・マクビー」がベースですね。 あとはジョン・ヒックスがピアノでビリー・ハートと、まあ、曲によってはドン・モイアート・アンサンブル・オブ・シカムのドラマーですけどねあの交代でドラム叩いてますあと1曲のみですねジェイ・ハガードという方がビブラフォンで参加していますねもう何よりですねニューヨークの秋でしょうって感じですね1曲目セシル・マクビーの超骨太ゴツゴツしたもうタフなベースとテナー・サックス奏者のチコ・フリーマンのテナー・サックスのデュオなんですよ まあ、ニューヨークの秋って有名なスタンダードなのでねで美しい曲なので、まあ、バド・パウエルだったりとか MJQ だったりとかいろんなあとデクスター・ゴードンだったりとかもう名だたるジャズマンが取り上げている名曲なんですけれどもこのニューヨークの秋ほどもうタフで硬派で男を感じさせるニューヨークの秋はないですねでこれ、まあ、チコ・フリーマンとというとね。 どちらかというと前衛的なこうテナー作奏者なんですね。結構ブリブリ言わせるタイプのテナー作奏者なんですけどもこれはバラード集なんですよスピリットセンシティブっていうのは。でテナー作奏者の結構どんどんアグレッシブでもう新進気鋭というかぐいぐいブリブリ吹いていくテナー作奏者のバラード集で有名なのといえばやっぱりジョン・コルトレーンのバラードなんですけどもまあこちらも、ね、ブリブリ系のテナー作奏者のバラードなんですけども。 ある意味大局ですよねコルトレーンのバラードがあのウェットな感じだとするとこっちドライなんですよねもう <laughs> すごく対照的というか同じテナーサックスでもこうも違うのかと同じバラードでもこうも解釈が違うのか演奏の肌触りが違うのかって思わせてくれますよねでまあドライといえばですね昔「名演モダンジャズ」という本が講談社から出ていたんですけれどもその中で後藤圭二さんという人がですねこの ニューヨークの秋のことをうまい表現してましたね。ドライな温かみでそうなんですよ。ドライな温かみを感じさせる演奏なんですよ。もう素晴らしい。もうセシルマクビーをフィーチャーするための、きっとあの意図で演奏の冒頭に持ってきたんでしょう。演奏というかアルバムの冒頭に持ってきたんでしょうね。なので。 あのテーマを吹いて最初にソロを取るのはセシル・マクビーの方なんですよねどうだ俺が雇っている俺と共演しているベーシストすごいだろうっていうのをもうアルバムの冒頭に持ってきたかったんじゃないかなと思わせますねで。ここで聞かれるセシル・マクビーの、ね、低音がもうすごく いいんですよね、ごっつごッつしててタフで力強くてだからこそなんか男のバラードっていうかねドライな温かみを感じさせる一見ですねちょっととっつきにくいというかちょっと棒を切ったような雰囲気の風情の演奏かもしれませんけれどもそこからその奥底からじわりとにじみ出てくる叙情みたいな感じでね土佐の,の日本酒みたいな感じ。 <laughs> ちょっと例えよく分かりませんけれどもあのほら土佐っていうか高知県の人たちってすごくお酒めちゃくちゃ飲むらしいんですよね。なのでいきなり最初から芳醇な味とか甘さが漂う味だとすぐ飽きちゃうので。 <laughs> あの10杯目あたりからじわーっとこうほんのりと甘さが漂うようなお酒が多いらしいです土佐の酒まあ私も日本酒飲みますけどあんまりそんなに詳しいわけじゃないからよくわからないですけどねただ今はどうだかわかりませんけれども聞いた話によるとですねだいたい銀行とかそういうあの土佐高知支店とかそういう土佐の方に行くとりあえず2年か3年ですね 地地方に転勤ししした人人人っていいいいいいううののはもも元の人からららら歓迎を受けけるでですすれども肝臓強い人じゃないと務まらなとまねだから肝臓強い人がなんかそういう高知県方面にこう単身赴任に行くんじゃないかみたいなような都市伝説聞いたことありますけれどもねっていうのはその地元の例えば銀行とかだとやっぱ取引先あるわけじゃないですかでそういう人たちからやっぱ歓迎会みたいな飲み会催されるわけですねそこで出されるおちょこっていうのはそこに穴が開いてるみたいなんですね。 だからまあまあまあどうぞどうぞ先生なんて言われてあの継がれる時は人差し指かなんか指でそこの穴を塞いでそれでお酒をくんでもらって継いでもらって飲まないといけないつまりあーって途中で休憩してテーブルに置いてしまうとですねこう指から離れてしまう指とおちょこ離れちゃうので漏れちゃうわけですよね。ちゃんと飲み切ってから オケみたいなな感じなんですすごいところですよねって思いましたけど今でもそうなのか分かりませんけどあくまで聞いた話伝聞なんですけど、ね、だからそういう飲み方をする土地なのでねいきなりあの芳醇な味わいみたいなのが出てしまうよりは10杯目とかね10本目とかわ分かりませんけどたくさん飲んでるうちにじわーりと少しずつわーってねその お酒本来の甘さ香りみたいなねコクみたいなのがにじみ出るような作り方になっているらしいんですけれどもまさにこのニューヨークの秋もですねあの高知の酒っていう感じですかねよくわかりませんけれども, <laughs>、ね、も味わえば味わうほど少しずつ甘みが出てくるって感じでね一見肌ざわりは辛口な感じなんですけれどもね辛口の奥から漂ってくる、ね、この香りっていうのがね 何回かいいているうちにだんだんんだ味わえるんじゃないですかねだからもうこの一曲で決まりですねこれだけのために買って聴いても全然損しないと思いますよオータム・イン・ニューヨーク、まあ、もちろんですねホレ・シルバー作曲のピースだったりとかあと、まあ、マイルスの名演で有名なね「ねイット・ネバー・エンタード・マイ・マインド」これジョン・ヒックス流のピアノの解釈で弾いていますけど、まあ、これはこれでいい演奏だと思いますねだからマイルスだと レッド・ガーランドが印象的なピアノを弾いていますけどこのジョン・ヒックスのピアノの伴奏もなかなかだと思いますので聴き比べてみると楽しいんじゃないかなと思います。でこのアルバムはですね1978年の10月から1979年の1月にかけて録音されたと言いたいんですが確かこれ私あのライナーノーツーから取ってメモした記録なんですけど先ほど申し上げた講談社の名演モダンジャズによると 1979年ニューヨーク録音って書いてあるんですね、まあ、どっちが本とかわかりませんけど、まあ、78年か79年ぐらい80年になるちょっと前ぐらいに録音されたぞと理解すればいいんじゃないでしょうか <laughs> なかなか素晴らしいアルバムだと思いますので、まあ、コルトレーンのバラードに飽きたらこっちもいいですよということで是非おすすめしたいと思います。 ということで今回はテナーサックス奏者チコ・フリーマンがリーダーのアルバムスピート・センシティブというアルバムを紹介させていただきました最後までお聴きくださいましてありがとうございました